お疲れ。お疲れ様でーす。最近、ナジマとはどうなん？会ってないですよ、全然。関わることないですね。久しぶり。なんで笑ってる？久しぶり。元気？元気じゃないよ。なんで？風。風邪ひいてるやん、ほんとに。いや、ウエスカーさんのせいじゃん。なんで？なんでよ。それな、なんでだろう。違うよ、もんちゃん。なんで風邪ひいたか教えてあげようか。うん。サウナ行かなかったから。いやいやいや、関係ある。いやいやいや、違う。誘った時に、サウナ一緒に行かなかったから風邪ひいたんだよ、もんちゃん。ちなみに。関係ある、それ。あるあるある。ほんと？めっちゃあるよ。うん。次は行こうね、次は。いいよ。お、いいよ。いただきました。いいよ、いただきました。10年後ね。いやいやいや。次。次っていつ？次はもうお酒飲むのやめてサウナ行こうね。は？それはダメよ。いやクソ飲んでから酒でしょ。あなたお酒飲んだら終わんないじゃん。だっていやいや、終わるよ。ちゃんと終わんないよ。店の時間によって終わるよ。ほら、もう朝までじゃん。じゃん、朝まで飲んでからサウナでしょ。いやいや、遅い。遅くない。そう言って、あれ飲みたくて飲んでんの、それとも飲ませたくて飲んでんの？ん？いや、みんなとの乾杯よ。乾杯じゃないよ、もんちゃんは。あれは、え、あれ乾杯じゃないのよ。ん？乾杯よ。あれ拷問。拷問。次は一本息よ。やばすぎでしょ。ウエスカーさんにもあげようか。何を？18,000。持ってるよ、18,000。あ、持ってるんだ。うん。持ってる。キャバクラやるから来てね、もんじゃん。キャバクラ？うん。誰が？誰？女の子？うん。アンブレラの女の子と BMC の女の子。いや、やだな。なんで？ちょっと無理。なんで？ちょっときついか。誰ならいいのじゃん。誰なら？うん。ウエスカさん。キモすぎるやろ。あと、バンさん。私とバンさんがドレス着て、モンちゃんの相手すんの？うん。エグいやろ。エグすぎるやろ。マックさん。いやいや、エグいって、もう。エグいやん。最後や。うん、あ、これ、あれや。喉閉めてなかった。すいません。俺送って。俺も。あれ、喉閉まる。みんな、俺のこと捨てて、飛行場行ってる。ええ。マジ？うん。いや、多分待ってると思うけどな、オールイン。いや、先にやっていいよって言った。無線ピコピコで。うん。外はいなかったっすね。サウナ行きて。行きましょうよ。え？花月どこだっけ？東京でしょ？まあ、行こうと思えば全然そっちも行きますよ。嘘だ、名古屋まで。韓国だよ。はい。遠すぎる。遠すぎんのよ、一人だけ。でも、もうすぐ来るじゃん。また。あ、そうなんだ。来月、ね、いっぱい来てくれるやん。来月。ボス、韓国語とか知ってます？マシソよ。え、どうすかそれ。オムニマシソよ。え、何が美味しいって？オムニマシソよ。え？キムチ。あ、キムチ美味しいって？え？いや、違うか。オムニマシソよ。何を言ってる？何を言ってる？いや、美味しいってことは分かったけどさ、うん、何がマシソヨは美味しい。そう、何が美味しいの？主に？え？お酒かな。なんだろう。それ、あー、なんかあれか、なんかドラマとかのみたいな。え？え？お母さん美味しいって意味？うん。あ、そうだね。主にマシソヨ。じゃあ主にっていう単語とマシソヨしか知らないから。ああ、そういうことか。その二人を、終わってない？その二つを、終わってる。終わってる。なるほどね。終わってるか。うん。僕も知ってますよ、ちょっと韓国語。何？ウェンチョ、オルンチョ。ああ。ウェンチョ、オルンチョ？右左ね。めっちゃ使えますよ。はい。右左なんだ。ウェンチョ、ウェンチョ、ウェンチョ、オルチョ、オルチョって言って。かわいい。自己紹介は？韓国語で。なんだっけ、なんか前できたんだけどな。アルフォート・ウェスカ・イムニダ？違う？合ってる、分かってる。合ってる、合ってるんだ。まあまあまあ合ってる。
合ってんだ、うん、リムニダだけでいいの、何々ですなのかな、まあですみたいな、うん、でも笑ったら咳出ちゃうから、確かにカムスハーモニーだ、ありがとうございます。飴食べると咳止まる、うんちょおるんちょ知っておけば、そうでタクシー乗っても行きたいところに行ける。いや道わからんやろ、ないしね、無理か。あーそこウェンチョです。適当言ってるやん、そこってなんだよ。確かに。でも言うて韓国って日本語めっちゃ通じるよね。日本語が授業であ あるからみたいな。そうな、そうなの。まあだから韓国の人って日本語いっぱい喋れるの。まあうまいと多いね。ね、終わった。日本語あるもう一つだった、授業に。バンピもあった、バンピ。バンピ？バンピ。半分じゃなかったっけ？半分とか。ああ。ああ。でも日本もさ、英語の授業あるけど英語全く喋れんよ。それはそう。確かに。いや、学校で勉強するってこと？うん。そう、学校で英語の勉強する。それは韓国も同じだよ。日本語と英語勉強するの？韓国って。まあ日本語勉強しようとしたらできるし、英語も勉強しようとしたら、あの英語は普通に、でも英語はなんていうか勉強のために覚える感じ。はいはい、はい。テストのために。あ、テスト、うん。テスト英語で出るんだ。うん。やば。だからあんま関係ない。普通の喋れるようになるとなるのと関係ない。日本と一緒ってこと？うん。あんま変わんないと思う。うーん、マナソパンガプスムニダ。え？だって、マナソパンガプスムニダ。何て言ってるんですかこれ。え？初めましてみたいな感じでしょ。あ、へえ。ナソパンガプスムニダ。マンナソパンガプスムニダチョヌンアルコットウエスカイムニダ。自己紹介してる。チョヌンイルボンサラムニダ。おお。なんて言ったんすか。チェルブッダカムニダ。わかんない。ソンアミヨットケドセヨ。私は日本人ですって。よろしくお願いしますって。ナイガオットケデセヨ。トシいくつって。触るんだ。触るのおもろいな。